伊藤伊佐には、日本の元大日本帝国海軍技術館、無線技術者である。1901年3月5日、千葉県泉郡五宿村に、御宿小学校長、伊藤木一郎の次男として誕生。伊藤木は五宿号の名主の家系だった。旧制第一高等学校を卒業後、東京帝国大学の1年生の時に、海軍委託学生になり、 1924年3月、同大学工学部電気工学科を卒業。翌月、海軍造兵中尉に任官する。当時、欧米で、電波技術が顕著に発展していたことから海外に、技術者を留学させることとなり、1926年8月、美ノ原勤の推薦によりその候補に選ばれた。1926年11月に、ドイツ入りし、ドイツ語の習得後、 1927年4月、ドレス電工科大学にて、ハイン・リッヒ・ワルク・ハウゼン教授の下で学ぶ。なお、留学先については、ヤギ・ヒデジに相談して決めたという。同大学にて、無線用真空管の研究をし、卒業論文、二極真空管理論並びに、超低周波発生をまとめ、1929年7月に、博士号を取得。 1929年8月に飛行船ツェッペリンで同乗したことをきっかけに、草加龍之助と交流を持ち、その後、草加の相談に応じて助言をしていたという。伊藤は、電波技術を策的、攻撃兵器に応用すべきと早くから訴えていた。帰国後は、海軍技術研究所電気研究部の技術官となり、リンゴ獄艦の研究を行う。この研究成果は後に、 論文、自伝管の研究として1936年に東京帝国大学に提出し、同年12月に工学博士号が授与される。また、電離層の研究にも取り組んだ。地上から発した電波が電離層で屈折反射するフェージング現象が課題となり、1932年にパルス波を用いた独自の測定装置を作成した。本機を用いた 電離層の定期観測は国内初のもので1932から1933年の第2回国際局面では学術研究会議電波研究委員会を通じて測定結果が全世界に発表された。また伊藤の測定した記録はバンコク無線科学協会の事業として毎週1回1941年12月まで全世界に放送された。 電波電波の研究を進め、この観測研究が軍事用単波通信の波長選択に不可欠なものであると理解され始める。1937年には関係者により波長選択の図表が完成し、1942年8月に伊藤はこれへの貢献から海軍技術有効賞を授与される。1937年春、ヨーロッパ出張の際、 ドイツ海軍が電波を使用して距離を測れる装置の開発に成功したとの未確認情報をドイツで聞き、またイタリアでもタンパを使った兵器開発の可能性について話を聞いたところであった。伊藤はドイツ大使館経由で軍中央に報告したが、この情報は握り潰されたという。伊藤研究室にて1933年から、 続けていたマグネトロンの研究が進み、1937年末には、八分割用極マグネトロンの最初の試作品を作成。これをもとに、立花型、菊型のセンチ波マグネトロンの開発に成功する。1939年初頭、マグネトロンの研究成果の一部を日本無線に公開し、その出力増加、量産化を委ねた。 立花型マグネトロンを使って暗中即挙装置の共同研究を開始し、1940年秋には試作機を完成させ、同年10月10日に鶴見沖で空母赤城を対象に実験を行い成功させた。ただし海軍はマイクロ波技術は即戦力にならないと判断し開発を中止させてしまった。一方、ほぼ同じ頃にイギリスでも 同じ方式のマグネトロンが開発され、アメリカにこれが提供された後、マイクロハリエーダーとして開発され、戦争で活用されている。1939年春、大和田受信所の初代所長の和チツ蔵より、アメリカ軍太平洋艦隊の発する電波の解析について相談を受け、協力することとした。密かに作業を進め、望ましい結果を得るための状態や、 その場合の受信地の場所などの助言をまとめた報告書を作成。この結果、太平洋艦隊は週初めに基地を出て、ラハイナロードという海域で訓練をし、週末に真珠湾に帰島して、休養を取るという行動様式を確認。後に真珠湾攻撃の日時を決めるのに役立ったとみられる。1941年2月下旬から6月にかけて、ドイツ視察に同行し、 パルス変調を使った航空機検出装置を見学し、海軍本部へ報告する。同じ頃、ロンドン駐在の浜崎造兵中佐からもレーダーに関する情報が報告され、日本でもレーダーの開発が進められる。その後に完成した、対空用の2号1型電探と、対水上警戒用の103号電探を戦艦、日向に搭載した実験で、103号については撤去すべき。 と判断された際、目的が異なるものを同じ装置で行うことは困難。と、伊藤は異論を唱え、マイクロ波電端の必要性を訴えた。また、アメリカとの戦争が始まってから、その前途に不安を感じたのか、1942年2月の連合艦隊による頭上演習後、ドイツや英米では原子力爆弾の研究が進められており、警戒が必要。と発言。 これがきっかけとなり、伊藤の呼びかけで調査機関設立のための準備委員会が設置される。その後、原爆製造のための可能性を検討する物理懇談会が1942年7月に発足。同会は1943年3月まで開催され、原爆製造は可能だが、ウラン鉱石が不足し、長時間の研究が必要となり、 この戦争には間に合いそうもない。との結論に至った。電波研究の中心である伊藤が別の研究に時間を浪費しているとの批判もあり、同会は解散した。1942年10月のサボ島沖海戦では、アメリカ軍のレーダーが活躍し、日本でも射撃用レーダーの重要性がわかり始め、戦地派電波探針技の開発が認められた。ただし、前回の戦艦、 日向での試験結果を勘案し、対戦水艦用に限定された。103号電探を改良し、2号2型電探を作成。1942年末に苦戦艇装備実験が行われ、量産に入った。前述の物理懇談会では、複数の委員からマグネトロンを使った電波兵器の方が実現する可能性が高い。との意見があり、伊藤は、 上層部を説得して、大出力自伝艦の研究許可を得る。1942年10月から、日本無線本社工場内に、技研三鷹分室を設けて、研究に着手。1944年6月に開設した技研、島田実験所で、実用研究を行った。初期研究は、順調に進み、約5メートルでウサギを殺す実験は成功したが、殺人光戦。 飛行機撃墜用の強力電波といった本来の目的である応用研究は一向にはかどらなかった。大出力のマグネトロンが作れなかったためである。高性能なマグネトロンは作れるようになったが発信理論が解明されず応用機器が作れなかったという。終戦後、戦争関係資料の焼却とともに技術資料がなくなることが惜しい。また、 後の復興に資料が役立つと感じたため、海軍の技術史を残すことを決心。高松の宮信人新王に相談をし、元軍令部の富岡貞俊都と共に、史実調査の仕事をすることとなった。史実調査の資金年出と共に、地元の農業業の電化による振興のため、1946年春に高電車を設立。1947年には、 船舶機器の専門メーカー、光電製作所を設立する。1952年、電波管理局から陸上用方向探知機を作る。話を打診され、1953年に試作機を作成。アメリカ陸軍のものよりも使いやすく、長時間使用が可能であったので、各地の電波管理局で採用されるとともに、輸出機運が盛り上がった。海軍での親友。 藤村義郎を介して日経貿易賞を紹介されアメリカに渡航するきっかけを得た。せっかくの外国出張なのでヨーロッパでバルカハウゼン博士と再会した後、旧海軍の研究成果をアメリカに持ち込み、日米共同研究をするという計画を立てた。しかし渡航資格がないので悩んでいたところ、アメリカの極東空軍幹部から品格として、 招待するので渡米するようにとの話を得る。資料調査会の富岡に相談し、近々発足予定の防衛技術研究所職宅の資格を得られるよう取り計らってもらい、渡航資格を得た。1954年4月下旬に欧米に出張。欧米でバルクハウゼン博士を含む地域や友人と会った後、アメリカで空軍研究長官のバット将軍と会い、 現在のように完成品の提供だけでなく、日本に研究課題と開発資金を与え、日本との友好関係を育んでほしい。との胸で日米共同開発を訴え、パッド将軍からは、伊藤がそれをしてはどうかと逆提案があった。ただ、後に日本の大学に呼びかけたところ、大多数の大学は、研究費は欲しいが米軍からの紐付き研究では、 左翼勢力に睨まれるのが怖いと拒否反応を起こしたという。帰国後、アメリカで見た世界初の電子計算機エニアックの真空管が切れやすかったことから、後藤栄一が開発したパラメトロン素子をもとに電子計算機を作ることを検討。規模の小さい高電製作所では実現は困難であったため、パラメトロン電算機の開発は国際電電、電通研 東大高橋秀俊研究室の3社で共同開発する方針が決定し、高電製作所は国際電電の指導の下素阻止の開発を手伝うことになった。その後、小形武虎副総理から防衛技術研究所の初代所長に就任して欲しいとの依頼があり、伊藤も国のために2年間奉公するかもしれないと周囲に話していたが、 その2ヶ月後の1955年5月9日、光電製作所で指導中に急に倒れて死去した。ドイツ留学中に、ベルリンの書店で、もじゃもじゃ、ペーターの現象を発見し、気に入って、おいのために日本語訳を作った。後、1936年に、ボーボー頭の薬代で出版した。これが、同書の日本初の翻訳である。ただし、海軍軍人としての立場上、 本名を用いることができなかったため、この初版は、規定の高橋博宗、名義となっている。ありがとうございます。